風が強いですね。今からランニング、ウォーキング始めましたよ。よろしくね。ここからスタートです。今日まだ見てくださいね。応援方々。風強いな、ちょっと。でも雨は降らないような感じでいいですよ。ちょっと涼しいですから。まあまあ、このペースで今日も頑張るちゃ。皆さんよろしくね。応援方々よろしくお願いしますね。今ちょっと前買い物を済ませてきましたよ。食べ物仕入れなきゃ、まあ、特にビールですね。ちょっと車で行くんですけど、まあいつものとパターンで今日もビールが主体で買い物してきました。まあ毎日行くんですけども、やっぱ必要ですわね。また紹介したいですね。最近ビールでもウォッカーというか酎ハイですね。どちらかというと缶が県外から入ってきとるんで、いろいろなものを飲んどります。飲みすぎてます。イエイエイ。最近は昨日もそうなんですけど、ちょっと友達がよく来るんで、まあ一日昨日の事務所にいましたよ。仕事 しませんから、喋っとるだけですから、よろしくね。毎日そういう感じで今一日終わっております。皆さんそんな感じです。よろしくね。仕事したいですよ本当は。最近皆さん河原の入り替えとか、まあ田植えはもう大体この辺は終わっておりますけど、そろそろ半分ぐらいはね。皆さんどんなもんですかね。田植えは進行中でしょうか。富山は3分の2ぐらい終わったんかな。大体そんな感じですね。よろしくね。こういう感じです。こういう感じでやっておりますよ。まあまあ、仕事されます。みんなよろしくね。龍岩島の河原に白鳥がいますよ。白いが見えますか。ここですよ。見えますか。見えますよ。真ん中に川の中に砂の上ですね。よろしくね。ここは二次避難所なんですよ。まあなんか地震でもあったら火災の時こう避難するのがね、場所ここにありますけど、どうかな。疑問詞です。ここに立っております。ここで迂回しますよ。よろしくね。イエ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 イ